アメリカ合衆国商務長官は、アメリカ合衆国商務省の長であり、商工業分野を干渉する。アメリカ合衆国商務省はその任務について、国内外の商業を育成し、促進し、発展せしむることとしている。アメリカ合衆国商務長官の大統領権限、継承順位は、第10位。日本における経済産業大臣に相当する。 20世紀中央の商務長官執務室かつては、商務労働長官が置かれていたが、商務労働省は1913年にアメリカ合衆国商務省とアメリカ合衆国労働省とに分割された。現在アメリカ合衆国労働省は、アメリカ合衆国労働長官が統括する。長官府は、商務副長官、主席補佐官、次席補佐官、上級顧問、 副長官主席補佐官、立法府、政府官問題担当次官法、最高財務責任者権管理担当次官法、最高情報責任者、法律顧問、主席監察官、業務連絡室、政策戦略企画室、広報室、ホワイトハウス連絡室とネイティブアメリカン、問題専門上級顧問を含む。バラク・オバメ大統領の下で、上院議員のジャド・グレッグが、 カルロス・グティエレスの公認の次期商務長官に指名され、就任が予定されていたが、政策の対立により、グレック議員が指名を辞退。その後、オバマ大統領は、ワシントン州前知事で、アメリカ民主党所属のゲイリー・ロックを指名、上院に承認され、第36代商務長官に就任した。商務長官職の継承順位は、以下の通り、 商務副長官商務省法律顧問、国際貿易担当商務次官経済、問題担当商務次官標準技術、担当商務次官権国立標準技術研究所、所長海洋大気担当商務次官権、海洋大気局、長官産業安全保障担当商務次官商務省、最高財務責任者権管理担当商務次官補、出典。ありがとうございます。